引きつけて右に家が開いて待ち構えています。中でレアンドロ・ダミアンファーサイドリターンを受けます。チャラティップダイレクトの折り返し、ここは時間もかけずにシンプルに折り返してきました。あと、まあ、守る側からすると、まあ、フィジカル的にも自分に自信があるということで、そういう競り方をしているのかもしれませんけど、まあ、それはレアンドロ・ダミアンはやっぱりそういう戦い方の方が得意ですからね。山根美希ダイレクトレアンドロ・ダミアン、フロンターレ先制。ちょっとオフサイドラインの確認がこの後入ります。谷口からですね、まあないですねオフサイドね。これよく触りましたね、ボールが上がってきてくるところなんですけど、はい、これ合わせるの難しいです。体最後伸ばしてね、よく枠に収めたと思いますね。ボール浮きやすいんですけどね、シュートがね。やはりこれ山根が戻ってきたの大きいですね。谷口から山根ですけど、はい、山根ワンタッチでですけどね、見事なラストパスになりましたね。今度はカウンター、マルコス・ジュニオールからエウベル、いやー早い、いいコースとリーつながった。中川、中川ブロックして抜けた、おー同点。これセットプレーでもやっぱり JJ が戻ってきたの大きいんじゃないですかね。彼が触る触らない別にしてかなり脅威ですからね。脇坂のキック、いいボール、こぼれた、決定機でした。マルシーニョ、この山村を狙ったパス、小林優打ちに行く、山根がブロック、谷口は柔らかいボールを使って右サイドへ、サイド家永、すぐに小林優はゴール前、時間をかけて家永、ジェジュー、足がつっても決めました。轟きに戻ってきたジェジュー、見事なヘディング、釣ってたんですよ足が。ここね、小林から家永ですよね。家永のクロスの質も良かったですし、まあ岩田の前です、後ろから前に入ってきてですよ、ポストに当ててものすごい強いヘディングシュートですね。後ろから助走つけてですもんね。今お話ありましたけど、ちょっと前に足組んでたと思えないぐらいのねジャンプ力ですよね。はい、強烈なエディングシュートでしたね。